自分が一生懸命働くのが美学みたいなの、それ違うんだよ、違うんですよ。ずっと自分が自由になれないんですよ。一生金持ちになれないですし、結論言うと不労所得というかね、そっち側に回ることができるんですよ。どうやるかっていうと、整骨院11年経営してます。毎日遅くまで働いてます。暮らしは平凡です。さらに売り上げを上げるにはどうしたらいいでしょうか。これは単刀直入言うんですけど、まず自分でやってるうちは楽にならないですよ。これってビジネスっていろんなやり方があるんですけど、例えばこの整体師さんとか何でもそうなんですけど、労働集約型なんですよ。で、多くの人がそういうような仕事をしています。ある意味サラリーマンの方も労働集約型なのかもしれないですけど、何が言いたいかっていうと、自分の時間を使って仕事をして、それで対価を得るわけじゃないですか、サラリーマンの方はね。で、例えば開業してる整体師さんとかもそうなんですけど、結局自分が手を動かしたりして、それで対価をもらうわけですよね。それをやってる時点でですね、残念なことに、まあお金はね、頑張れば頑張る分稼げるのかもしれないですけど、自分の生活だったり暮らしが豊かになるってことはないですよ、根本的には。なんでかというと、ずっと自分が働いてないといけないんだから、もう止まることができないんですよ。でもそれじゃあダメでしょ、もっと自分の時間を、ね、有効に使って、ある意味不労所得にしましょうよっていう考え方が、ちょっと一昔前にベストセラーになった本の考え方なんですよね。で、これは実際本当にそうだと思っていて、今の暮らしを抜け出すには、まずどういうことをするかっていうと、二軸あって、まずはその売り上げを上げる、端的に上げる。で、売り上げを上げた上で人を雇用して、自分がやらなくても売り上げが上がる仕組みを作れないといけないです。この2つをやるべきだと思います。遅くまで毎日働くことが正義っていうわけではない、これ残酷かもしれないですけど、それより仕組みを作る方が正義だし、自分の人生が豊かになると思います。よく多いんですよね、日本の人ってすげえ真面目だから一生懸命働けばいいと、まあ昔がそういう考え方だったんでしょうけど、自分が一生懸命働くのが美学みたいなのって、それ現代は違うんですよ。いかにこう自分の時間を使わなくても収益化できるかっていうビジネスモデルを作るのが超大事で、今僕がやってることもそうなんですけど、結局いろんな会社に投資をして、そこの社長さんが頑張って、社員の方が頑張って、売り上げがバーッと上がるじゃないですか。もちろん僕も働いてないわけじゃないですし、自分の役割の仕事はしてるんですけど、それでみんなハッピーになってるんですよね。自立した仕組み作りですね、それはすごく大事かなと思ってます。ピラティスのスタジオ経営をしています。労働集約型の業態でありますが、もし三崎さんがスタジオのオーナーだったら、どのような方法で展開されていけますか。そうですね、労働集約型何かっていうと、自分の手を使わないとお金を稼げないっていうのが労働集約型なんですよね。もうすごい大きな意味で言うと、 YouTuber とかもそうですけど、 YouTube を自分で撮って YouTube を編集して自分で上げないとお金稼げないじゃないですか。そういう意味では労働集約型なんですけど、一方でですね、不労所得じゃないですけど、自由にお金が入ってくるっていうのがやっぱ投資家とかなんですよね。会社に投資をして、会社の時価総額が上がって、会社のバリエーションが上がって、キャピタルゲインでお金が入るとか、そういうのは結構自由に時間を使って投資家みたいな側面があるんですけど、どんな業態でもですね、結論言うと不労所得というかね、そっち側に回ることができるんですよ。どうやるかっていうと、まあ、結局はね、自分がコントロールするんですよね。例えばそのピラティススタジオだったら、誰かに任せて自分は管理だけすれば、ずっと自分がそのスタジオにいなくていいじゃないですか。結局のところ、ビジネスを作って、ビジネスをコントロールして未来を示す人が僕は強いと思うし、そういう人がお金持ちになれる、そういう仕組みになってるんで、僕だったらそうすると思います。ロバート清崎さんの本に詳しく書いてあります。金持ち父さん貧乏父さんでしたっけ、その本に書いてあるんで見てみてください。フリーのパーソナルトレーナーや美容師など、自分一人で稼ぐ仕事で人を雇わずにレバレッジをかけていくなら、王子はどのようにレバレッジをかけますか。自分一人で稼ぐ仕事をすること自体が僕はナンセンスだと思ってるんですよ。で、これどういうことかっていうと、労働集約型のビジネスモデルなんですよね。つまり自分がいないと仕事が成り立たなくてお金を稼げないようなビジネスモデルっていうのは、ずっと自分が自由になれないんですよ。ロバート清崎さんの本とかでも、このラットレースから抜けなさいみたいな、ずっと働いて自分の労働力でお金を生まないといけないような地獄のようなラットレースから抜け出しなさいみたいなことをよく言ってましたけど、僕まさにその通りで、本当に頭のいい人はもちろん自分も働くんですけど、誰かに仕事を与えて、その人に働いてもらってお金を生むんですよ。だから自分が頑張んないといけない、自分一人で稼がないといけないっていう前提の時点でレバレッジかけれないです、かけようがないです。だからそういう人は一生お金持ちになれないですし、一生働かないといけないんで、そこはね、少しね、考えた方がいいんじゃないかなって思います。個人の料理教室で月に30万円ほど稼いでます。 LINE アットで1000名ほどフォロワーがいますが、これ以上増やしても開催数に限界があり、利益を伸ばせません。三崎さんならここからどうやって利益を大きくしますか。僕だったらオンラインにしちゃうと思いますね。それだけ LINE アットにフォロワーがいるんだったら、自分でそのオンライン料理教室みたいな形で動画とかを撮って、それを販売したらいいんじゃないですかね。やっぱりその料理教室の良くない部分っていうのは、本当労働集約型だと思ってて、自分が生徒さんたちに教えてお金をもらうじゃないですか。それってじゃあいつまでやんのって話なんですよ。でも動画でアーカイブに残しておけば、もちろんもらえる金額は安くなるかもしれないですけど、新しい人がどんどん入ってきてもそれを販売すればいいだけなんで、ずっと続くじゃないですか。でなんか自分が稼働しなくていいんですよ。新しい動画を撮るときだけ頑張ればいいんだから。だからそういう風に僕はやると思いますし、 LINE あと1000名ほどいるんだったら成り立つと思うんで、僕はそうしていくんじゃないかなって思います。